ででもそうですけど人から言われたらノルマになるんでじゃあ5キロは速くしたいとじゃあどうやったら速くなるのかって言ったらいっぱいあるじゃないですか例えばえじゃあ毎日走りますとランニングしますとショートダッシュしますとからえじゃあ体幹のトレーニングしますとからじゃあシャドーピッチングしますでご飯もいっぱいじゃあ食べますと食事もいっぱい食べますと。 で、この到達目標に対してですよ。いいですか。到達目標に対して、何をしたらいいのかという、これが、行動目標と言われるやつですね。行動目標。ここで終わらない。この到達目標に考えるために何をするのかを、まあ、選手が考える。もしくは、 小学生だとなかなか難しいんで指導者の方や保護者の方がこの辺はアドバイス全然していいと思うんですよこっちは選手が決めなきゃいけないんですよこっちはアドバイス全然ありゃと思いますただしこれも目標なんで目標にはさっきも言ったんですけどなるべく具体性が欲しい具体性が欲しいんでこっちにも数字を入れてほしいんですよ例えばランニングをするじゃなくて例えばですよじゃあ1日5キロ走るとか体幹のトレーニングを じゃあ、えー、30回2セットやるとかシャドウも、えー、30回2セットやりますとご飯は食事、えー、じゃあ2杯食べますとご飯2杯食べますとそういう全部数字を入れて初めて目標というのが完成するできればいつまでっていう期限もあった方がいいと思います。さっっき言ったように、えー、6ヶ月以内 半年以内に球を5キロ速くするとかでこういうふうにして到達目標のほかにじゃあ行動目標を決めていくで目標の決め方っていうのは頑これが例えば1日、えー、ごめんなさいこれを1 0キロ速くしたいとか1 4 0キロ投げるっていうと現実っぽくなくなるんでもしくは逆にすぐクリアできてしまうもの2キロ速くするとか1キロ速くするとかっていうのすぐ到達できてしまうんで。 頑張って届くところに目標っていうのは常に設定をしてそれができたらクリアクリアクリアっていうふうにして目的に対してのしるべをどん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 クリアしていく富さ山でいくと山の3合目4合目5合目8合目をどんどんクリアしていくイメージで目標っていうのは作ってほしいです。